どうもー、1月11日、本日2回目のアップになります。今日はね、東ならず私のブラグの、今集まりに行ってきてですね、教会を開いていただいて、そこでね、いろいろなお話し合いをしていただいて、まあちょっと5時前で何も言えないですけど、ブラック推薦をいただきました。ありがとうございます。感謝いたします。本当にありがたいことですよ、ブラックで推薦してくれるということは。でこれから今日は西奈良の新年会に、ご挨拶に行ってこようかなと思ってます。まあ本当に俺やる気なんで、本当にやります、頑張ります。でね、私が伝えたいことはですよ、誰でも何でもできるようになるっていうことですよ。不得意なこと、苦手なことはない。苦手って言って思い込みなんですね。私がコンピューター苦手だ嫌いだってのはもう思い込みで、嫌いになってるからできないんですよ。好きになればできるんです。何でもそうなんです。誰でも何でもできるんです。誰でも天才になるんです。誰でも英語もできるんです。誰でも好きになれば何でもできるんですよ。好きこそものの上手なりっつって、できないって思い込んでるだけなんです。だから、なんだろうな、金持ちになれない人はなれないと思ってるだけですよ。はい、それだけ。俺が数字に弱いと思ってたのも、弱いと思ってただけで、数字めちゃくちゃ強いです。実は。あ、嫌いだっただけ。思い込んでただけね。嫌いだって。人間って大体思い込みによって生きてます。で、モテない人。それはモテないと思い込んでるだけで、モテるようになる研究をしてなかったからです。ワンちゃん。どんな、あげてルックスじゃないですよ。モテる、モテないなんていうのは。で、それを勉強してこなかったんです。で、数字が弱い人は数字のその勉強してないです。同じ時間、同じ努力をすれば誰でもできるんです。その努力をしてなかっただけですよ。努力をしてないって思ってください。だから自分が苦手なものは自分が努力が足りなかったんだって、そういうことです。誰でも努力すれば何でもできるようになります。人生は自分の思うままになるんです。YouTube だとそれ最初の頃の見ると笑っちゃうんです。喋れねえですから、なんかつっかえつっかえ。今でもつっかえてる。すみません。そんな感じでごめんなさい。一向に上手くなんなくてごめんね。今日2回目だけどごめんね。まあこれからどん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 楽しく行きましょうよ。人生なんか楽しく行くしかないんだから。思ったような人生を生きられるわけに、人は。で、人間って脳みその中でも何でも言葉で考えるわけ。だから言葉、どういう言葉を使うかですよ。何を考えてるかで人生決まるわけ。だから悲しいこと考えてるから悲しくなるわけでしょ。そんなのも捨てて楽しいことを考えるんですよ。常に楽しいことを考えるんですよ。嫌なことなんか起こんないんですよ。何起こって僕は楽しいって楽しんじゃうんですよ。うわー、うまくいかないことを良しとするんですよ。その人生の理不尽という不条理の中で、その風雪の中で磨いた顔がこれじゃー、アホ万歳。